さまざまな考えられないような事態が起きているということですけれども、ここからは安全保障や軍事戦略がご専門の高橋杉雄さんに伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。激戦地のですね、マリウポリのウクライナ部隊にロシア軍がですね、降伏を求めまして、それ時間を指定しているんですね。日本時間の午後7時までに降伏退去を迫ったんですけれども、マリウポリ当局によるとこれを拒否したということなんですが、高橋さん、その部隊が包囲されている中でどういう判断だったというふうに思われます？おそらくはその まずは戦い続けるということで、全体的な戦略的な状況を見ると、これからドンバス地方で、大きな、決戦に近い戦闘が戦われますから、ロシア軍としては今マリウポリを包囲している部隊をできるだけ早くその戦場に回したい、逆にウクライナとしてはマリウポリを守り続けてその部隊が戦場に行くのをできるだけ遅らせたい、だから そこまで判断した上で今はここで戦い続ける必要があるというような心を決めたんだと思いますね。なるほど。今回ロシアが降伏までの時間を指定したと、今まであまりなかったようなことですけれども、この狙いはどう思いますか？ロシア側としてはやはり逆に言えば早く今マリウポリを攻めている部隊をドネツク方面に向けたいので、降伏させられればそれが一番良いと、要するに 戦闘にかかる時間がなくて早く終わらせられますか、最小限の力で早く移動したいと、そうですね。で、そのために、まず降伏を要求して、で、うまくいけばそれでよし、うまくいかなければまた攻撃をすると、そういう考えだったんだと思いますね。なるほど。早くその東部に移動したいロシア軍と、それから何としてもとどめたいというこのウクライナ軍ということになるのかもしれませんが、やはり焦点がいよいよ東部ということになります。で、来月の9日にはですね、独ソ戦の戦勝記念日というのがあって、前々から言われてますが、一定の戦果を上げてたいというふうにロシア側がしているのではないかというふうに言われていますけれども、で、今総攻撃が近いという話も出てます。なぜこのタイミングなんでしょうか？まずその3月の下旬にキーウ周辺から部隊を引き上げて東部に向けるという判断をしたわけです。はい。ただそれは1日2日で終わるものではなくて、やはり 2,3 週間かかる。で、ちょうど今、3週間ぐらいになるところですから、まず準備が整うまでこれぐらいの時間が必要だったと。で、また陸上戦闘ってこれもまた1日2日で片がつくものではないですから、仮に5月9日の前にある程度の戦果を上げようとすると、2、3週間前に始めなければいけないと、そのタイミング、前と後ろ両方のタイミングを考えると、この時期に戦闘を始めるという判断になるのかなと思いますね。なるほど。おそらく近いと見られるその東部の戦いはどういう、特徴を持った戦いになるというふうにお考えですか？地形的には非常に開けた地形ですので、大規模な、戦車や大砲が多数展開して撃ち合う非常に大規模な陸上戦闘になるんだと思いますね。ロシアは量にはやっぱり勝るというところはあるんですか？そうですね、やはりその元々の兵力量が多いですから、量においてはロシアが優勢だと思います。ウクライナ軍の戦力としてはどう見ますか？ウクライナ軍としてはやはり西側から支援を受けている装備による、質的な優位ですね。量ではやはり多少劣勢ですから、それを質で補うという形になるのかなと思います。なるほど。その質をより高めるために、アメリカもさらなる支援を行おうとしているということなんですよね。行っている最中だと思いますが。はい、そうなんです。アメリカは今回これまで提供してこなかった兵器も提供していくということで、例えば具体的に見ていきますと、旧ソ連製のヘリコプターですとか榴弾砲、いわゆる大砲ですね。その他こういった兵器が提供されるということになっていますけれども、この中で高橋さんが注目しているのがこの榴弾砲ということで、どういった特徴がある兵器なんでしょうか？この榴弾砲は、まず牽引砲というもので、砲には自走砲と牽引砲と2つあって、自分で走るものと他に引かれるものがあるんですけれども、これは牽引砲です。で、ウクライナ側の車両によって引っ張られて撃つことができるということで、なんて言うんですかね、その訓練が多少少なくて済むという特徴があると思います。先ほど戦車同士の戦いになるというふうにおっしゃっていましたけれども、その中でこちらの榴弾砲が重要になってくるということなんですか？そうですね、榴弾砲、砲を使う部隊のことを砲兵、砲の兵隊と呼ぶんですけれども、その砲兵はその、戦場の女神と呼ばれるほど、戦場においては役割が
重要になります、うん、で、このさまざまな戦車だったりとか今 の, そのジャベリンというようなものだったりとかいろんな兵器がある中でこの砲が重要になるっていうのはどういう理屈からなんですか。まず砲と戦車とはちょっと役割が違って、戦車とは目に見える目標を撃つもので、砲というのはもっと射程が長い、まあ、20キロぐらいの ところから見えない敵を攻撃するんですよね、はい、でということはその戦場より後ろにいるんですよ、はい、でその戦場ではどうなっているかというと、ここにあるように戦車とか歩兵とかジャベリンが展開していると、はい、でこの3者はある種じゃんけんみたいな関係で、そのジャベリンは戦車に勝つと、はい、で戦車は歩兵に勝つ、で歩兵はジャベリンに勝つ、まあ、すごく単純に言うとですね、という関係にあります。ということはこの3つの手を全部揃えた方が有利になるんですね、はい、もちろん航空戦をやってますから航空戦が互角な状況ということですけれども、はい、まず3つの手を揃えるというのが原則になります、うん、でまあ、その上でこの砲兵というものは後ろから撃ちますから、これら の, 戦車や歩兵やジャベリンを制圧したり攻撃したりすることができる、はい、まあ、そういう意味で重要な役割を果たしています。より遠くから、まあ、はい、敵軍を狙うことができるということなんですけれども、はいはい、まあ、太田さん、その、はい、まあ、こういったことのために、まあ、アメリカどんどんこの武器等ですね、強力に支援していると、うん、こういった狙いどういうふうにご覧になりますか。アメリカの強固な意志の表れだと思いますね。アメリカ政府関係者、政界関係者取材しますと戦争長引くだろうという見方を示してました、うん、バイデン政権はこれ民主主義対専制主義の対決ってみなしてますから、5月9日に東部を簡単に手放すってことはもうと考えてないと思います、うん、一方でプーチン氏なんですけれどもね、東部だけで満足しないんじゃないかというそういう情報もあります、うん、日本政府 の, ロシア情勢詳しい方に聞きますとですね、例えば空母を作れる造船の町ミコライウ、それから中部のドニプロというですね、これ宇宙ロケット技術の町なんですけれども、そういうとこも取りに行くんじゃないか、そういう見方もありますね。なるほど、ここまで高橋さんにお話を伺いしました。ありがとうございます。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。